じめに錬金術を。少し前からあんな感じだよ。私のところにもよく質問に来るの。悪いものでも食べたんじゃない？アンナの激励が効いたんじゃないかな。すみません。今パメラさんが何か持って出て行きましたけど。うん、そうみたいだよ。てかあんた誰？ああ、やっぱりまた新たな被害者が。被害者？パメラさんの薬は危険なんです。それをみんなに配り歩くから。危険？そんなに、その、やばいの？やばいです。すでに20人以上の男子が保健室送りに。そんなものなぜ口に入れるんだ。それだけの被害が出ているのに。あんなとびきりの笑顔で見つめられたら飲まないわけには。お願いします、パメラさんを止めてください。このままではこの学園は。それは大げさな気もするけど。でもまあ止めなきゃまずいね。そうだね、危ないお薬を人に飲ませるなんてよくないよね。あんたがそれを言うか。うわあ！姫、遅かったか？ああ、新たなる被害者が。何か解毒剤になるものを飲ませるんだ。急げ。
球とも正常に戻りました。あとはしばらく休ませておけば。よかった、間に合ったみたいだね。礼を言うぜ、あんたたち。これ以上被害を広げるわけにはいかないわね。カメラを追わなきゃ。そうだね、どこに行ったのかな。パメラさんなら風の回廊へ向かうと。新たな薬の材料を取りに。無理に喋るな、今はただ眠っておけ。風の回廊だね。次の薬を作る前に止めなきゃ。急ごう。
が？そうそう、ちょうどよかったわ。ロクシスプ、はい、これ。私に？最近疲れた顔してたから、元気になるお薬を作ってみたの。さ、どうぞ。いや、疲れたような顔は生まれつきで。飲んでみて。いや、だから。耐えろ！男なら耐えてみせろ！負けちゃダメよ、ビシッと言ってやって。
あ、その僕たちもパメラを探してたんだよ。私を？どうして？そのパメラが作った薬のことで。私の薬？そっか、みんなも欲しいのね。それなら言ってくれれば。違うんだ、そのだからね。やめてほしいんだ。どうして？みんな喜んでくれてるのに。飲んだ後にみんな体調を崩して保健室に運ばれてるんだよ。じゃないよ、本当なんだ。だから本当に、本当？うん、本当だよ。わかった。もう薬は作らない。あ、パメラ？材料の採取なら済ませてもらったぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。失礼します。はい、どうぞ。そんな緊張しなくていいよ。進路相談だからってさ、いつも通り、いつも通り。あ、はい。レダ、単刀直入に聞くけど、学園を卒業したら君は何がしたい？何がしたいですか？錬金術師に。そうだろうけど。何かおかしなことを言いましたか？それはこの学園に来るやつはみんな錬金術師になりたい言い訳だし、聞きたいのはその先、錬金術師になってどうしたいかなんだけど。そうだったんですか。すみません、今はまだ錬金術師になりたいとしか。そっか、そこまで漠然としてるとアドバイスのしようもないんだけど。すみません。まあ君の場合、入学の経緯もいろいろあったしね。あと1年ゆっくり考えても。あ、でも誰かさんみたくもう一度3年生やろうなんて思わないよ。メインは希望に、あれ、イゾルデ。呼び捨てはやめて。少し興味があったのだけど、誰だな。何と聞かれても錬金術師になりたいだそう。錬金術師。
そう、彼がそう望んだの。